はモーター駆動でリモコンスイッチなんですけども、これは3段階手動です。この小さなスイッチをレバーですね、下に押して手で上下にこう動かしていきます。これが一番高い状態、押して真ん中、押してこの3段階です。非常に沈むクラッシュになります。高性能エンジンの振動をライダーに伝えないためにステップがここがラバーマウントになって全体がこのように動きます。ステップラバーコムコムがついて、こちらのタンデムステップにもラバーがつきました。回転性のために非常に